ノーマルの顔と鏡で見た時の顔、まあ、何が違うか自分でしかわからないこともあるとは思うんですけど実は他人から見た自分と鏡で見た自分そしてスマホで撮った自分すべて違う顔に見えることないでしょうか実はこれ理由があって左右非対称という以外にもですねあの光の屈折だったり、えー、ミラーの問題 がが関わってくることがあります鏡に関しては光の屈折ででいに見える鏡とそうでない鏡ととそうながありますスマホやミラーレスカメラで撮った自分というのはミラーが入っていないので歪みが生じてしまってえ、まあ、本来の自分と違うふうに見えることがあります。特に顔を接写で撮るとそれが顕著ですね。まあ、一番いいのは一眼レフでえ撮っていただくと一番実物に近いのかと思います。